皆様こんばんは。奈良県代表浅井美穂です。ビューティーキャンプ最終日終了いたしました。最後は涙涙のミーティングで、みんな涙を流していました。今日は BGM をゆずさんの栄光の架け橋を流しながら動画を撮っています。高校生から憧れていたミスユニバースジャパン、明日自分がこう見ていた舞台に私自身が立つんだっていう実感がだんだん湧いてきました。本当に今まで辛いこと苦しいことありました。でも今こうやって笑っていられるのはたくさんの方のおかげです。涙の数だけ強くなるっていう言葉は本当だと思います。まだまだ泣き虫な私ですが、泣きそうです。ごめんなさい。涙は明日まで取っておきます。生中継で私が輝いている姿を皆様見てください。では行ってまいります。じゃあねー、みんな今までいろいろありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。行ってきます。